その安藤さんの冒険の定義って何ですか、ね、そのさっき風船おじさんのことを聞いたのは、うん、そのあれは無謀だっていう人と山野井さんなんかは非常に評価してるわけです、うん、でそれをやっぱり自分では分からないんだけども、うん、でどういうところでこれは冒険だ、これは冒険じゃない、無謀だって分けるか、うん、まず冒険の定義からすると、冒険っていうのはまだ誰もやってないこと、もうやったらできるって分かってることをやったんだ、それは冒険じゃない。でもそれは人によると思うんですよね。例えばキリマンジャロ、僕にとっては、まあ、朝飯前ですよね、わけない。でも登頂そうだな、7割ですね、登頂できる人、僕らガイドがついてるんだな。でも登れない人いるんです。でその人にとっては挑戦なんです、登れるか登れないか。でつまり行けるかどうかわからないことにチャレンジしてればそれは冒険だなと。で同じ山でも人によってそれは違うと。それが冒険の定義で、無謀か挑戦かの境は、どうでしょう僕の中では自分は無謀なことをやってるつもりは欠片もない。ただその風船おじさんはおそらくそう思ってやってるはず。でもよそから見てる、その航空力学とか風船のね、挙動とか全部分かってる人から見ればそれは無謀なんでしょうね。だから僕も風船おじさんと話したことないし、その技術的なものそれはないんで、その無謀かどうかっていうそういうネタだったら多分ネットと調べれば出てくるかもしれませんけど、風船がどういう記事でできてる、そういうのは一切出てこないので、そこまで見てみないと分からないです。神田さんのスターライト号、太平洋団のやつも僕から見れば機体では絶対に無理、不可能であるという、そういう目線で見ていたから、僕から言えば冒険、無謀なので、だから僕は参加しなかった。でも神田さんはそんなことは気にしない、気にしない、そんなことは、まあ、飛べばいいんだとで言ってるんだったら、まあ、神田さんにとっては無謀じゃないんじゃないですか、ね、分かんないです。あれ爆発したわけじゃない、あれはね、うん、誰もわからないんですけど、僕はずっとあれが飛んでる間、NOAA っていうアメリカの大気海洋局の出してるデータをずっと見てたんですけど、計画は冬の間しか強力なジェット気流、それってのは高度1万メートルを、偏西風の影響で東から西、つまり太平洋の場合は日本からアメリカに向かって偏西風が流れてるんですけど、そう順調に流れてるわけじゃないんです。ほとんどこうどっかで折れ曲がったり、どっかで蛇行したり、どっかでなくなったり、どっかで乱気流になって破裂したりで、まあ一応上空を飛んでる普通のジェット機、旅客機ね、成田からロサンゼルスの飛行機とかもそういうジェット気流を全部見て飛んでるんですね。乱気流に巻き込まれないようにとか、風、同じように飛行機乗ってても早く着いたり遅く着いたり、それはジェット気流が早かったら早く着いたりするわけですよね。そういうのもできるだけ燃料使わずに消えるとか、だからそういうもうデータがあるんですね。でそれを気球にも活用してるんです。でもめったにないんです。そのしかも気球の場合はジェット機なら8時間後に到達できるけど、僕ら考えてるのは60時間、まあ60時間分の燃料を用意してると。で実際どれくらいでたどり着けるかもわからない。ジェット気流にうまく乗れられれば時速200キロで飛んでいける。でもうまく乗れ、そうそう簡単に乗れられないだろうから、ちょっと長めに時間を見てたわけで、でその時神田さんの時ね、やっぱりジェット気流の動きが僕が観測してて、途中で乱気流みたいなのに破裂しましたね。そこで落ちたと思ってる。ただ僕はそれを見てたんで、他の気球界の連中でそこまで見てる人いないんで、いろいろな予測は出してるみたいですけど、希少です。あとまあ神田さんはこうやったらもう、あと落ちたのがアリューシャン列島の辺なので、あの辺はね普通の軍艦ですらなかなか近づけないところです。特に冬場はね非常に気象が激しいところなので、うん、まあやばいところに落ちたので、ただまあ別に本人がやりたいことやって幸せなんじゃないですか。いやそれはそうだと思うんだけど、
その、まあ一般的にね、その、まあ成し遂げたかったんでしょう。冒険って言ったらやっぱ無謀性っていうのは俺あると思っていて、うん、あのただ、擬人的な面とか、そういうことで解決できると思っていくから、無謀性ある、だって、誰も登ってない、2000メートルの岩壁登るって言ったら、危険性ないわけがないわけじゃん。どんな力を持ってても。相手が自然ですから。いつヨットもひっくり返るかもわかりませんし、特に山は気象が一番ですね、気象が。